私どもは創業以来、博物館ですとか展示施設に飾っていただく大きな地形モデル、立体地図などをメインに作成してきております。立体地図、地形模型を作成する際にはレーザー加工機、切削加工装置などをいろいろな装置を使っております。今回は 3D プリント技術を応用してデジタル陶芸による作品作りにチャレンジしてみました。従来の陶芸では手で土を直接触りながら形を作っていきます。一方、デジタル陶芸ではコンピューターの中で CAD を使いながら思い通りの形を作り上げていきます。デジタル陶芸では天然の土をベースに安全性に配慮して開発した土を使います。 3D プリンターでは乾燥したパウダーを断面の形状ごとに湿らせながら積み重ねていきます。 3D プリンターの中で十分に乾燥させ作品を取り出した後は従来の陶芸作りと同じ工程で仕上げることができます。このように複雑な形状でもイメージ通りに作り上げることができました。デジタル陶芸を通じ新しい分野を開拓し陶芸の可能性を広げていきたいと思います。